超金白は、中華民国、満州国の政治家、法律家。北京政府、法天派の政治家で、後に、満州国、王朝名政権に参加した。新末、金英軍で英兵となる。その後、勝率天津北洋大学で学んだ。新外革命後は、北京文明新劇団で、短角を演じている。また、この頃に、 国民党に加入した。1913年に二次革命に参加したが、敗北したために大連に逃れる。龍江道と改名して、日本人への中国語教師を務めた。1915年、日本に留学する。明治大学法科を卒業して、陸軍大学校で中国語講師となった。1924年、東京帝国大学大学院で、 法学博士号を取得している。1926年に帰国し、東三世純越支所法律顧問に就任する。これは、公使館付陸軍部官だった、本城茂が、張作林に推薦したものとされる。翌年7月、北京政府外交部条約、おさむ改め委員会委員に任せられた。 1928年6月、超作林爆殺事件が発生すると、法典省に戻る。法学研究会を組織して、会長となり、雑誌、法学研究を刊行した。1931年、満州事変が発生すると、超金博は、法典地方維持委員会の組織に参画した。九月十八日、遠近よろい、長次らと協議し、 法典地方維持委員会で、両内省政府の機能を代行することにつき、決定した。10月18日、長は、土井原賢治の公認として、法典市市長に任ぜられたが、間もなく、最高法院東北部委員委員長に移動した。翌1932年2月の、建国最高会議においては、長金博は、増式、武士、長慶験らを支持して、 立憲共和制の採用を主張し、超延強羅訂正採用派と激しく対立している。同年3月9日に満州国が正式に成立すると、翌10日に、超金博は、初代立法委員長に任ぜられた。1933年3月には、憲法制度調査委員も兼任、同年5月に、憲法制度調査のため来日している。しかし、 日本での滞在は長期に及ぶことになり、翌1934年7月になると、満州国監察員が、庁の、後期問題の調査活動を開始し、辞任が取り沙汰されるまでに至る。結局、下半身麻痺の神経痛や、腎臓炎を患っていたことも加わる形で、同年10月30日に、立法院長と、憲法制度調査委員を、罷免された。 この人事に伴い、立法院は、機能を停止して、準備期間に格下げされ、秘書長のみの組織に、改組されている。1937年9月27日、長金博は、区内府顧問官に任命されたが、これも間もなく、辞任、家族と共に来日して、東京に居住している。1939年、帰国して、北平に入り、 王朝名政権成立後に、河北政務委員会で、法律顧問となった。戦後、官官として、国民政府に逮捕されたが、1948年からは、病状悪化のため入院、治療を受けることになる。1951年7月20日、病没。去年62。ありがとうございます。